ザ。こんにちは。こんにちは。今日はですね、もうミスタータイガースです。はい。加瀬さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。なんで来ちゃったんだろう。なんか久しぶりに。久しぶりもないでしょ。そんな感じしないじゃないですか。まあまあそうだね。でもあの豊かのこれ結構評判いいんでしょ。いろいろ噂は聞くよ。また評判上げてくれると。上げたけどさ、お前の腕も上がったし。仲いいですよね。いや、もうね、はい、俺が若い頃から可愛がってくれた。はい、そうなの。やっぱりパッと見て、はい、あ、この子はって失礼なんだけど、はい、あ、いい選手になるなっていうのはやっぱ分かりましたよね。それを、はい、加藤さんつって阪神からトレードに来た、はい、加藤さんから聞いたわけ。加藤博和さんっていうね、はい、非常に仲良くて、はい、で加藤さんが横浜に行ったんで、はい、加藤さん、3番つけた高木ってのいいんじゃないのって、いい選手になるに違うみたいな、はい、そういう話をちょっと加藤さんとしてて、それを加藤さんが言ってくれたよね。いや、そうしたら励みになるんだよ。そうですよね。やっぱもう飛ぶ鳥落としてたから。いやいやいや、バッタバタもうもう飛んでる先がいないぐらいだよね。まあ、豊か、もうちょっと持ち上げろ。まあ、まだ。じゃあ、何を落とすの、今度。いやいやいや、もう落とさない。自分が落ちたから。で、そっからプライベートでも、じゃあ、まあ、なんか食事したり、お酒飲んだりね。はい。いや、可愛がってくれた。夜も遊んで一緒に。まあまあ、それは数は知れてるんですけどね。はい、ただ、野球の中での、やっぱいろいろ話とかあったな。ありましたね。うん、よく聞きに行ったバッティングってどうなんですか、うん、とか言って。グラウンドで練習前に、そうそう、だから豊かは俺の3つ下になるのかね。そうです、そうだよね。ああ、いや、それで加藤さんなんかさ、もう1年目からドラフト6位ですか。6位、テスト受けて入ったからね、ぐらいですよね。そっから1年目から出るわけだから、すごいですよね。すごいよ。だからこの豊かの出方と僕の出方は違いますよね。彼はもう与えられて、ただ僕ですか。うん、耐えられてませんよ。そう、元石さんとかいて。いやいや、でももう世代交代の時期だと。まあまずは出す、それあったじゃない。だからこの若い高木豊というスピード3球揃ってたからね、守れて打てて走れるという、はい、あ、これはもう世代交代がうまくいくんだろうなという雰囲気でずっと見てましたよ。もう一回言ってくれますか。え、何が揃ってたんですか。それだけでいいだろう。あと何がいるんだよ。ないです。打って守れて走れて、あと何だ、これか。いやいや、それは負けますよ。やっぱりそっちの方も勝ってたら、モテたでしょうね。モテた、そんなことあります。いや、モテた。いや、ですよ、ね、俺はモテた。口説かなくても女性寄ってきますよね。いや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 、意外にこう僕怖そうで硬そうに思われるんだけど、はい、意外に気さくなタイプなんだよ。ふにゃふにゃだよ、俺。いや、そのギャップがまたいいんですよ。いや、気取ってる人もいるけど、加藤さんっていうのは、やっぱこう、プレーを見たら気取ってたよ。いや、それ気取らなあかん立場だったからね。これは必要でしょ。いや、それはミスターだから。うん。だから、グラウンド内ではね、やっぱ気取ったったらおかしいけど、やっぱ阪神の4番だという、立ち振る舞いは、やっぱしなきゃいけないっていうのは、歴代の王さんだとか中島さんだとか山本浩二さんだとかを見てくると、うん、そういうのあるんだよ ね、昔の野球ってね。笑わない、笑わない、ホームラン打っても、あ、そうなんだ、ニコリともしない。でも嬉しかったんですけど、めちゃくちゃ嬉しい。でもびっくりとも笑わない、びっくりとも笑わない。大変でしたね、我慢するの。だ、大変なの。いや、だってセカンドでさ、はい、ホームラン来るじゃない。楽屋、はい、さんにちょっと会釈する。いや、言うなって、ちょっとだけ会えるさ、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 かっこええなぁと思って。だからそれだけ、だからこうちょっと手振りとかこうするんだけど、はい、もうそれだけですよ。いや、本当に。じゃあ、笑うのはベンチ戻ってこないですか。いや、これはね、なぜかというと、はい、相手のピッチャーに失礼かなっていうのもあるわけ。このガッツポーズしたり、はい、ホームランでニコニコしてね、笑うっていうのは、4番としてホームラン打って当たり前じゃないかっていうことを自分に言い聞かせて、はい、喜ぶのはベンチに帰ってベンチ裏にしなさいと。もう大笑いだから、カオクシャッチャにして。カオクシャッチャ、大笑いよ。大笑いだろ。でもね、その打った後ベンチで笑うけど、はい、怖くなるわけ。次の打席が。もっとファンに期待されるから。だからすごいそのギャップがあるよね。そうですね。阪神がやっぱり4番、クリーンナップってそういう重圧があるんですね。いや、昔はね、そういうこうなんか、侍みたいな、はい、そんなところがあった。ちょっとチーム的にファンのその、うん、雰囲気っていうのが今と全く違うんですよ、昔の阪神タイガースのファンっていうのは。
違う、あのやっぱり勝負を見に来てるんだよ ね、野球を楽しむんじゃなくて、勝った負けたも勝負で、勝てば官軍ですよ、負ければもう大変だよね、俗軍ですね、俗軍どころじゃない。じゃあもうチャラチャラなんかしてられないですね。してられません、してられません。じゃあ今のファンとや昔のファンってやっぱりそのヤジだったりとかも全然今はね、あの星野監督になってから、はい、やっぱりあの甲子園球場非常に女性のファンが増えて、はい、女性のファンが増えてくると、はい、あの男性のファンっていうのはちょっとおとなしくなっていくね。なんでだろう、なんでなんだろう、やっぱ女性意識するのかな、かっこつけるのかな。そうなんでしょうね、やっぱりすごくその女性ファンが増えるんでね、あの、はい、なんか僕ら時代のヤジのような声は聞こえなくなりましたね。じゃあ今の阪神はどう見てるんですか、加部さん。今っていうのは今これはちょっとやっぱ寂しさはあるよね。どういう寂しさ。もうちょっとその生え抜きというね、その阪神タイガース読売巨人軍っていうのはやっぱりその日本人の生え抜きの選手を中心としたチーム作りというのがやっぱこう必要な部分があるのかなっていうのはすごくやっぱり感じるわけ、まあ、それだけその日本のプロ野球をこの2チームがやっぱ引っ張ってきた部分ってあるわけじゃない、まあ そうですね、そう考えると今のその FA だとかいろんな制度があるから、これはいろんな選手がいろいろ行き来するのはそのルール上のことだから全然これはいいことだと思うんだけど、その中でやっぱドラフト1位と言われて入ってきた野手たちがね、育て切れない、育たないっていうのは、うん、僕も二軍監督2年やりましたけど、すごい歯がゆさはあるね、難しい。それであと雰囲気があるじゃないですか。ある、例えば矢野ガッツ。ああ、これはあの今の若い選手たちはそういう雰囲気で監督が引っ張っていかなければいけないというのがあるのかもしれない。僕はあんまり好きじゃないよ。僕はやってきた人が違う。でも二軍監督をやってる時、うん、やってたでしょ。やらない。でも笑ってたでしょ。いや笑ってた。これはなぜ笑ってたかっていうと、はい、あの若い選手たちは育てなきゃいけないんですよ、うん、勝負はしなきゃいけないんだけど、勝負の勝ち負けよりも一人でも多い選手が一軍で活躍してた方がファームなんじゃないの。まあ、そりゃそうです。だから僕が一番理想としてるのは日本監督の時よ、一軍が優勝、ファームが最下位っていうのが一番いいかなと思ってる。で一軍にどんどん選手が取られて故障者ばっかり落ちてきたりだとか、うん、だからあのなぜ笑うかっていうと若い選手の失敗を飲み込んでいかなきゃいけないと思って、うん、だいぶ苦しんだよ。苦しんだ。だから背中飲み込んでたよ。背中はすごく怒ってるっていうのはさ、可能だとか今なりっていうのは多少なりとも俺の雰囲気知ってるよね。分かってる。だから掛川さん笑ってるけど31は怒ってるねって、うん、背中を、なんか近寄れないっていう雰囲気は背中にあったんですって。そっちの方が怖いですもんね。怖いでしょ、意外にね、背中ってね、はい、それは可能とか今なりが言ってましたけど、でも僕自身は若い選手のいや知ってはいけない失敗に対しては怒るんだけども、ある程度自分も家族失敗してきてるやん。いやまあそりゃそうです、ね、そうだろう、うん、それをさ、こっちに置いといて、俺はもう10割選手だみたいな、100% やってきた選手みたいだって言って怒ってしまうと、選手は育たないよね。まあそうですね、うん、でも一軍の監督をもしやったとしたらそうじゃないでしょ。あ、これはね、やっぱりあの勝つという、それは鬼になるだろうね、うん、だから勝負だもん。あれだけお客さんがお金を払ってね、やっぱりあの球場に足を運んでくれ、勝負を見に来てるわけだから、それ勝った負けたに関するこだわりってのは全然違うよね。だから俺は、鳴尾浜もお金を取ってもらえませんかって言ったの。あ、500円でもいいですと、意識を持たせて1000円でもいいから、そのお金を取って、あの選手にファンのありがたさだとか厳しさだとかそういうものを分かってもらうためにお金取れませんかって言ったら、ちょっと警備上ね、うん、ちょっとあんまりその危ないんだ、やっぱりスタンドも近いし、だそういう部分でファンの方に責任を取ってもらうわけじゃないんですけども、お金を取るとね、すごく大きな責任が発生してするから、そのあたりで鳴尾浜という球場はお金が取れないんですよ。それでちょっと2軍の選手が甘えてる部分があるかなっていうのは、選手にいろいろ甘えるなよってのは言い続けたけどね、うん、でもその中で1年目から出るわけじゃないですか。出るよ。でも今年、うん、成森入りで入ったのは、うんうん、根尾と小園。はい。ただね、僕ね、あの根尾君の、二軍キャンプ見に行きました。どうでした？
あの非常に目力が強く、はい、あのいい表情をしてるなっていうのはまず第一印象、うん、この子は将来的には多分チームの中心になって引っ張っていけるだろうなっていうのは彼の顔を見て思った、うん、ただショートの守備練習した時、ショートスローをこう練習してた時にあれちょっと問題があるぞと思ったの、うん、ショートで悩むんじゃないかという。ショートセカンドってさ、ショートスローってすごく難しいんですよ、はい、な、まあ僕は難しくなかったんです。いやいや、でも難しく なる人もいるじゃない。なんかまあ、ネオはあのピッチャーがりだから、そうだから、こうなんかこう手を小さく使うっていうのがね、うん、なんかそこにちょっと難があるのかなっていうのがあって、うん、そこで俺はすごく悩むんじゃないかな。だから将来的には見終わった後に阪神の関係者の方ともしかすると外野のコンバートあるかもしれない。いやだから今年から、うん、今年終盤から外野も守ってたよね。守ってましたよね、練習してましたよ。だからキャンプの時にね、俺それ阪神の関係者の方と一緒に見に行ったんだけど、はい、同じ件だろ、ショートちょっとこのショートスローがちょっといろいろ難しいんじゃないかと。だったらもっと楽な外野ぐらいで伸び伸びと野球やらせた方がいいかもしれないねなんて話してたら、そう外野守らすうんぬんって言うから。でも将来的にショートじゃなきゃダメだよ。そうでしょ、だって言ったからね、はい、日ハムにトレード行って、はい、外野のライトが持ってた時にプレーボール気づかなかったって言うの。お前嘘だろって言ったろ。いやいや、お前野球参加してるでええやん。かけさん本当に外野守ってたらプレーボール気づかないんですよってわけ、うん、いや緊張感が違いますもんね。そうだよな、外野と外野、いややっぱりいつ飛んでくるかっていうのと、飛んできても時間があるのとでは全然緊張感が違う。打球の速さだとか違いますよね。違うよね。俺外野守ったことないから分からないけど、一回もないですか。一回もないんで外野だけは行ってみてください。こんなとこまで本当飛んでくんのかなと思う。遠いよね。遠いですでも飛んでくるだろ。超えてきますから大したもんだなと思いますいや本当にでもすごい楽なもん。こんなこと外野の精神に失礼だけど、精神的には楽ですよ。そうだよ、そりゃ精神的には楽ですよ。内野のあの厳しさ、ポロッとしたらもう一点、いやー嫌ですよ。でランナーとの接触もあるし、そうですね。いやそれはね、確かに俺も外野って楽なのかなって、外野の人には失礼なんだけど、いやいや守りは楽です。楽だよな。楽です。それ外野と比べたらですよ、外野守って打つこと考えてられるだろ。内野それできないよね。できないです。打つことなんて考えられない。ただね、外野に行くとやっぱバッターボックスでも緊張感が緩んでるんですよ。それは内野を経験してるんだよ。そうなんですよ。だから長く経験してると、そうだ、内野行った緊張感が打席では内野に戻らないんですよ。だからゲームに参加してるリズムじゃない。そうもうあのファンになってるね、守ってる時は。あ、そうなんだ。誰か来たんじゃないのかな。まあいいですよ。あ、いいの。これは結構こういうねアクシデント起きる。あ、そうなの。で、かけるさん、はい、放送のがどうですか。いいね、いいですよね。でしょ、まあ、あの子を僕見た時にもっと細い選手だと思ったら、いい感じに太いんだよな。結構体しっかりしてますよ。で、触れるし、いや彼は広島にいてよかったんじゃない。広島野球に合ってない。あ、いや合ってますよ。合ってるよね。いやバッティングは掛布さんと被るところがあって、あ、ちょっと似てるところあるかもしれない。右投げ左打ちじゃない。いや、今言えてません。言えてない。言えてない。かんない。右投げ左打ちだしな。いや、あの厳しいですね。なんていうんですかね。流れで分かれてるじゃない。テロップも入って。速いボールに対して、バーン引っ張れるでしょ。で、ちょっと崩れてふっと拾えるだろ。拾える。あの似てるとか。こうやってポーンってな。でやっぱ強く出るよね、はい、あれ右投げ左打ちだけども左腕の強さあるだろ。あります、あります。あるんだよな、いやだから僕はそのネオ君だとか、あのロッテにいた誰だっけ、あの外野の PL の、ドライチ PL だろ。あー遠いか、藤原でしょ。あ、藤原あれとか PL ないんだそれからあの子たちよりも俺は小園君を買う。ですよね、うん、やっぱ本物っていうか、広島のそのスカウティングというかね、素晴らしいなという、ね、だいたい
影尾さんも1年目入った時に、うん、プロのスピードっていうのは、うん、慣れました。いや俺はさ、豊これ言っちゃ失礼なんだけどさ、あの1年目のそのオープン戦の時に、うん、4打数4打したりだとか、うん、それで1軍に選ばれた入っていったでしょ、うん、打てなかったよ、うん、打てなかったけども、うん、そんな18歳だし打てないのは当たり前だと思ってたから、うん、そのスピードだとか変化球のキレっていうものに対して戸惑いは全くなかったんだよ、うん、いや本当に、いやそれはないですよ、ね、打てなくて当たり前だと、まあ居直ってる部分もそうそうある、18歳だと。だから何回もあの担当コーチの方に、はい、あの2軍に落としてくださいっていうのはもう何回も言いに行った。迷惑かけてるから守れないし、うん、打てないからもう1軍に落としてください落としてくださいって言ったんだけど、何考えてんだ、その度に怒られてノックさせられて、うん、素振りさせられて成長していったんだけど、当時の金田監督という監督が1年目の絶対2軍に落とすなって言ってたらしいの、うん、1軍の環境の中で育てなさいと、掛布の目からその1軍の野球を吸収させなさいと、掛布の体で1軍の野球を吸収させなさいと、もう2軍の野球を見せるなと、常にも1軍のレベルでやる野球が当たり前という感覚で掛布を育てなさいと、1年間は戦力にならなくても構わないということを監督が言ってくれたんだって。まあ環境で育ちますからね、環境、そう、それは大事ですよね。だから俺ヤクルトの村上君がね、ああいう19歳、あんだけの数字残したっていうのはヤクルトという環境もあるでしょ、うん、ちょっとヤクルト失礼だけど、入るところの環境って大事ですよね。あるよね。でこれ言ったら横浜に入ってよかったと思ってたろ、どう、なんでそんな、いやまあでもそこで、いやでも僕には合ってたんでしょうね、あれだけの成績残してさ、うん、怖いってやらしいバッターだったからね。俺はもう阪神に入って本当に良かったと思ってるんですよね、うん、ただ自分がちょっとホームランを打てるようになると、うん、なんで中日球場じゃないんだろう、なんで後楽園じゃないんだろう、なぜ広島じゃないんだろうっていう球場の大きさと風っていうのは、まあね、いやだけどそっからあれじゃないですか、バッティング覚えた、覚えたんです、あの流し打ちを甲子園の風が、はい、あのレフトの方に飛ばすバッティングを教えてくれました。じゃあ環境が本当に育ててくれるってこういうことを言うんですか。だって影尾さんは俺引っ張れない4番なのかなと思ったら、まあ、いい加減にしろよ、とんでもないとんでもないとんでもない、横浜じゃガンガン引っ張ってたから一番俺、ね、横浜で覚えてるのは平松さんが掛布には絶対打たせないんですよ、あのコメントで、はい、この3連戦掛布には絶対ホームラン打たせないみたいな、で記者から聞くわけ、はい、普通ムラムラっとするでしょ、はい、もうライトスタンドで中段にもうライナーで飛び込むで平松さん降りてきた、平松さん降りてきた、いやだからその時の話なんだよ、エースと4番という話で、で関根さんがその時監督で、はい、マサって変わるかって掛布さんを迎える前に、うん、それは平松さんが言ったの、いやあいつとだけは勝負させてくれって、まああいつっていうのは4番掛布、いや、まあ、それも平松さんだいぶ上で大先輩ですから、うん、ね、で俺は守っててそれを聞いてるわけじゃん、はい、かっこいいなと思って、うん、で守りについて、はい、その初球かなんかかな、まっすぐ投げたら、うん、もう鼓膜が破れるんじゃないかっていうぐらいパッコーンと金属音一瞬でスタンド行ってたよ、うわ初球だったんですか、多分初球ぐらいだったと思う、初球だったと思うな、もうこれまっすぐ、いやもう絶対まっすぐ、もう意地ですよね、これプライドですよね、かっこいい、こんな平松さんもスライダーとかかっこいいね、かっこいいでしょ、そうですよ、そうでしょ、そうです、これはもうそれ男と男の勝負だろうって、だから僕らが育った環境までは、うん、昔のチームを代表するエースと言われる方は打たれる美学を持ってたよね、今豊が言うように、うん、平松さんが関根さんに対してもあいつとは勝負させてほしいと、うん、でチームの勝敗を背負った勝負になるわけじゃないですか、でその時にピッチャーは潔く負けを認めるような勝負をして、いやそこでね、うん、カーンって掛布さんが走り出した、もうほとんど走らないよね、走らない一瞬に行ってるから止まってるよ、ほんで掛布さんがこう歩いてとか、こう歩いて、あ、まあ、走って行った時に平松さんがこの後ろを後ろ降りていくわけ、降りていくわけ、うわ、もう監督が出る前に、あ、もう、あ、もう、これで終わった、これがね、
なんかエースと4番のなんか、ね、よかったですね。そういう、そう、豊さん見てて どう思いましたか、そのチーム。いや、もう鳥肌だよ。だからこれはさ、豊、チームが勝ったとか負けたとかというまた別の勝負ですよね。プロ野球だからできる、うん、ちょっとわがままな勝負っていうか、まあ、それもあったんだよね。そこで関根さんはじゃあよしって任せたっていう、その監督のっていうのもやっぱり違い、いや、監督も分かってるわけよ、そのこと。すべてこれはあのやらせなきゃいけない野球なんですよ。ファンの前で見せなきゃいけない野球なんだと思う、うんうん、そこで平松さんも降りますとは言えないもんな、うん、いや、そこの金属音は未だに残ってるだから俺長く引っ張れない4番じゃないの。一回閉めましょう。あ、閉めるの？閉めますよ。